秋って腹が減る季節だよな。まあ食欲の秋というからね。あれ、え、今ご飯食べてたのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで秋の月6日目、さあとりあえずね、結構育ってきた。私もこの状態でさ収穫できるんかと思ったらまだないよね。はい、それじゃあとりあえず水やりをやっていきますか。あ、ココアと戯れてないや。あ、てかちょっと待って、もうちょっと貯めて、オッケー。これってあれかな、この虫とか魚とかは図鑑的なものがあったりとかするんかな。おー、え、すげえ、でかえ、でか、ちょっとびっくりするぐらいでかいんやけど。あ、そっか、何個もなっとるわけやね。なるほどなるほど。あ、じゃあこれでもう収穫できる。やったね。あ、これはまだつぼみか。でもあとちょっとで咲きそうやね、ここも。なでしこなでしこ、早くちょっとなでしこを育ててあげないと。ラムちゃんがね、なでしこを欲しがっているから。なでしこをちょうだいっていうお使いを頼まれたから、あんな小さい子に。あ、ランチ。いや、朝の作物の世話今してるよ。見えないの。さつまいもも何回かできるんだね。あ、噂をすればラムちゃん。あー、ちょっと。なでしこ手に入りそうよ、大丈夫。秋の月17日までね、まだまだ余裕やけん大丈夫よ。あと11日ある。それまでにはまあ咲くでしょう。あっこまで行っとるけんね、もうつぼみまで。あ、ヤッホーブルさん。動物たちもやる。あれ、ココアいつの間に出てきた。家の中おらんかったんかな。よしよしよし。よしよし。そしてコッコも。よしよし、コッコ。ちょっと待ってね。卵を取っておいて。はい、コッコ外に出ようか。コッコもね、ちょっと新しくまた、もう一匹買ってあげんとね。あの、ひよこが生まれたら、なんかスタンプがもらえるっぽいけん。さあ、そして、最近ちょっとね、朝いつも動物たちに挨拶に行くのが日課になっとる。とりあえず猿と熊に挨拶をしに行くのが日課に。よしよし。かわいい。え、なんかさ、有効度上げてったら何かしらいいことありそうじゃない。動物たちともあれなんかな、キャラクターイベントみたいなのあるんかな、有効度の。いつもさ、なんか猿はまだ見つけやすいんやけど、体のでかい、おった、体のでかい熊の方がなんか見つけづらいんよね。なんなんやろ、木が多いけんかな、こっちの方が。さあ、そして、あ、そっか、なんかみんな結構集まってるな。やっほー。秋って腹が減る季節だよな。まあ食欲の秋というからね。あれ、え、今ご飯食べてたのに。そんなにすごいなら見せてくれよ。今から来るか。行く行く。なになになに、またこの3人でいるの。みんなでどこに行くの。のび太も来るか。俺の家の虫を見に来るんだ。虫好きだね。行く行く。じゃあみんなで行こうぜ。ついてこいよ。どれ、何、何、どこが何、なんかぐちゃぐちゃな部屋にしか見えないんだけど。こんなにたくさん捕まえたの。あ、あー、なんかカゴがいっぱいあるの、全部虫入ってるってこと。へえ。ここにいるのはごく一部だな。ほとんど逃がしてるからな。なるほど、キャッチ&リリース。これで一部、すごい。これはどこで捕まえたの。この辺りの虫は森の方で捕まえたやつだな。
これはどこなんだ？そっちは山だったはず。これは？もうそれは海だな。この町こんなにたくさん虫がいるんだね。季節ごとのデレムシも違うからな。まあね、その辺におるバッタもなんか全然色違うし。俺たちもバンバン捕まえてやろうぜ。珍しい種類の虫を捕まえようよ。僕も頑張ろうっと。いい虫見つけたら俺に店に来いよ。虫博士やね。なんかパッと見だけではさ、どこが山なんだかどこが森なんだかよくわかんないんだけど全くもってよくわからないんだけど、まあでもあれか、ワープするとき、ワープっていうかあれちょっと待って、どこやったっけ。木こりの森に置いてきたんか。やっほードラえもん、お散歩には気持ちいい。まあ、確かにね、涼しいやろうしね、秋だから。確かここに、はぁ、よかった。イベントで勝手に移動させるのはやめていただきたいよね。つらい。さあ、それじゃあ、てか私あのね、ビーナさんの有効度とかもさ、どんどん上げていきたいなと思ってるんだけれども、あの、あれよ、壁画のところにあった宝箱を、あれを開けていただきたいから、あ、もう出勤しとるんや。あれを開けていただきたいから、早くちょっと有効度を上げてしまいたいのだけれど、ビーナさん今いないんだな。あ、運動いいね。でも普段から力仕事してるけん大丈夫やと思うけど、ちょっと寝よう。お昼ぐらいにはおるかな。てか女神様常におるわけじゃないんやね、あの場所に。はい、現れた。あれ何、ねえ、根っこに話しかけよる。やっぱり女神様は植物とも会話ができる的な。ビーナさんだ、何してるんだろう。しよし、いい子だから。おーい、ビーナさん、何、誰、めっちゃ警戒されてる。ビーナさん、のび太ね、脅かさないでよ、びっくりするでしょ。ごめんなさい。いいえ、いいのよ、なんかよ。実はたまたま通り過ぎたんだ。何してたの。ここをたまたま通り過ぎることなんかないけどね。何って、そのこうでもしないと胎児が、何の話、何、どうしたの。別に隠すことでもないか。出ておいで。あ、根っこじゃないんやね、話しよったの。あ、うさぎ、うさぎだ、かわいい。実はこのうさぎが胎児の周りの草を食べ荒らしててね。胎児は町のみんなにとってとても神聖な場所だから、もし荒らしてたことがバレたらと思うと、この子が心配になっちゃって、この辺りを食べ荒らさないように私が餌をあげることにしたの。そうしたら懐かれちゃったみたいで。野生のうさぎか、かわいい。私もこの子が可愛くなっちゃって追い出せなくなっちゃって。ビーナさんは胎児も守らないといけないんだよね。そうよ、もう大忙しなんだから。なんで怒ってんの。だったら僕も餌あげるんで伝うよ。いいわよ、のび太も忙しいでしょ。そう言わずにさ、だってこんなに可愛いんだもん。それにみんなのために頑張ってるビーナさんをほっとけないよ。のび太、そうね、たまに餌をあげるくらいなら。このことは二人だけの秘密よ。もちろん。ってことはこれからウサギが出てくるようになったってことかな。ウサギは基本ここに出てくるの？あ、おる。こんにちは。おった。まだしっかり起きるには時間かかるからゆっくりしててね。ほらほら、おった。じゃあこの子は胎児の根っこに現れるんやね。かわいい。今日は風が涼しくて気持ちがいいね。いや、めっちゃかわいい。ウサギとかあれよね、学校で飼い寄った時ぐらいしか触れ合ってないような。あ、ちゃんとウサギのマークが。あの、いつも思うんやけどさ、猫のマーク全然出てこんねんやけど。でもね、猫のマーク全然出てこんねんやけど、なんかちょいちょいね、牧場におるんよね。なんかこの辺と、ほら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 ね、でも猫のマークなかったやん。いや、よしよし、ミミコ今日も元気だな、かわいい。か
かわいい。なんでマークでんのやろ、あの子だけ。あ、え？ん？ ん？あれかな、ドラえもんがなんか隣町の子って言おったけんさ。もしかしたらそのうちここに住むようになって、そしたら、なんか、アイコンが表示されるようになるとかそういう感じなんかな。違うかもしれんけど。違うかもしれんけど。まあ、なんかそんな感じ、なんかなーと。あ、ちなみに私結構ね、いろいろと食材とかも集めたんよ。ほらほら。星はあんまりないけど。こんな感じで。よし。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことでなんか、めっちゃ動物増えてきたね。まだおるんかな？何かしら。何かしら。てかさっきのは、あれか？ビーナさんのイベントではなくて動物の、ウサギのイベントってことになるんかな？これからいろんな動物と仲良くなって、なんかいろいろとできたらいいね。